はい、どうもこんにちは、アキトです。現在この村に来てます。レールをね、敷こうと思って、丸石は敷いたんだよね。あのサバンナの村から、サバンナのここの村からまっすぐこういう感じですね。こう行ってちょっと曲がるみたいな。ただね、資源が尽きちゃって、パワードレールまだ残ってんだけど、レールがもうない、鉄不足ですね。なのでこの家入れんや。完全に鉄不足なので、ちょっとこの周辺で鉄を掘れたらなぁと思って。寝れん。でここはね、マングローブもあるし、このマングローブの先にジャングルもあって、ちょっと今までとは違ったバイオームがあるんよね。どうしよう、ジャングルの方行ってみるかな。マングローブちょっととにかく進みづらいんよな。この辺マングローブだけど、マングローブも木がどこが木だかよくわかんないよね。あとこの泥ブロックって何使えるんだろう。この先っすね。この先にジャングルがあるんよ。お、水が溜まってるな。なんかいい渓谷があったらそこに潜りたいんだけど。あ、こちらがジャングルです。おっと、落ちちゃった。早速ゾンビが。ここは何、穴になってんのかな。お、リーパーさんじゃないですか。穴が広がった。スケさんもいる。何もないな、残念。ジャングルの下って割とちょっと埋まってて移動がしづらいんだけど、割と資材豊富なイメージあるんよな。いやでもジャングルちっこいからな、これ。なんもないかな。ちっちゃいジャングルでは何もなさそうだな。仕方ない、マングローブの方行ってみるか。マングローブもこれわけがわからん。洞窟とかってあんのかな。うわ、なんか不思議な掘り心地。これ泥ブロックですね。うわ、カエル。なんもないな。
このまんまあっち行ってみる？お隣のマップ。サトウキビがいっぱいいるなと思ったけど、いっぱいあるな。紙を手に入れる必要がある。全然足りんわ。まあいいや、とりあえずお隣のマップ行ってみよう。新しい地図持ってるから。この辺でいいかな。えいっと、これで新しいチーズが完成しました。この新しい地図を縮尺を変えて、お、洞窟ではない？潜れそうかな。いや、行き止まりか。残念。割とアーティスティックな地形してるね。わあ、でも広い、広い砂漠。サトウキビがある。サトウキビも回収したい。あっち側に渡ろう。よし、これでいけるんとちゃうか。これだね。よし、あ、違う。よし、現在地の地図ができました。どうしよう、ちょっとも戻るか。まあいいや、地図目はいつでもできるんでね。この辺散策しよう。あー、砂が
サクサク掘れる気持ちいい。見渡す限り砂ですね。村とかはないかな。お、この穴は、この穴深そうだぞ。わ、深いけど、マグマが。まだマグマの音してるな。どっかマグマだまりがあるかな。そして地下に続いてそうな感じ。いや、これで終わりか。もう続かない。この辺は水が張ってるね。あ、で、泥ブロックになったわ。ここは脱出しよう。特になんもなさそうや。いや、いい穴だと思ったんだけどな。おっと、石炭発見。狭いから脱出しにくいな。あ、夜じゃん。やべえ、ベッド持ってくるべきだった。ベッド持ってないね。羊もおらんしな。一回村に帰るか。アップダウンが激しい。お、石炭見っけ。少しなかった。あれ、案外敵モブが出てないぞ。あ、いるのはいるな。うわー、泥水の中汚ねえ。一回村に帰るよ。うわ、ドラウンドめっちゃおるやん。トライデント持ちも危ない。こっちかな。
いや、いつかトライデントも使いたいな。うわあ、危ねえ。お、そしてハスクさんが2体。どいてどいて、俺が通るからどいて。あちゃー、出口どこ。いやー、羊毛持ってくるべきだった。いや、村からベッドパクっていくか。うわー、クリーパーがいっぱいいるよ。クリーパーがいっぱいいる。俺は、で、村人なんでそんなとこいるの。危険すぎるやろ。ハスクもいる。チビが多いな。当たんね。ちょっとゴーレム助けて。ゴーレム助けて。よし、マジ見事な働きです。あざした。よし、じゃあちょっとね、このベッドパクっていこう。パクってリスポーン地点を設定して、おっとっと、吹き飛んだと思ったらまだいた。砂漠沿いに行けるかな。あ、サバンナがある。ちっこいけどサバンナがある。ここで羊いるかも。邪魔しないで。豚狩るぞ。全然いい掘り場が見つからんな。砂漠だと階段掘りができないからな。いや、でもある程度深くなれば砂じゃなくて砂岩になるし、階段掘り行けなくはないか。あそこの黒い穴気になるね。水が張ってるけど、その奥はどうなってますか。行き止まりか。なんだ。さあ、カーソルが映りましたね。砂漠端から順番に見ていこう。
あそこネザーゲート遺跡か。金ブロックがありますね。遠目に見てもわかる。あとその下に穴があるね。この穴気になるな。先にちょっとネザーゲート遺跡の方を見てみて。あー、金のあれこればっかり、いらんな。金塊は欲しい。でも金のあれこれはいらんわ。金ブロックは回収しよう。よいしょ。で、穴、この穴、これ広そうじゃない。はい、石炭。おっと、行き止まり？マジか。こっから階段掘りしていってもいい気がする。どっか当たるやろ。どっかに当たってほしい。いやでもモンスターの声とかもせんしな。外れかな。お、鉄当たりや。鉄は当たりですわ。いやでも鉄だけじゃない、困るんだよね。たったこれポッチの鉄じゃ。レールをたくさん必要としてるから。どっか繋がったぞ。骨同士の争いが起きた。今のうちに俺はちょっと周りを明るくしとこう。よし。あれ違う。アイテムがな、割といっぱいないよな。まあ、いらないやつを捨てて、いるものを精査していこう。よいしょ。
鉄ありますね。階段状になってて降りられるかな。レッドストーンとかある。まずは上の方から見ていきたいです。つっても水か。あ、松明が。でも鉄があるぞ。水中採掘のエンチャントをつけたんでね、ちょっと掘りやすい。どこもなんか微妙な感じだな。あ、深層岩。え、ここ何？下が、あ、下がある感じか。これな、帰れなくなるのは怖いんだよね。ちょっとここ怖いわ。ここ怖いんで退避。奥がある。つながってそうでつながってないのかな。他には分岐みたいなのなかったっけ？あ、鉄がある。他に分岐がなかったら、降りてきたのは俺、どっから降りてきたんだ？ここ？あれ？出口どこ？なんか俺この辺から降りてきたよな。降りてきてこの辺でスケさんと戦ったから、この辺に階段があるはずなんだが、この上ではないな。待って、マジで俺はどこから来たんだ。あ、ここ、ここか。ここだ。わかりやすく目印をつけとこう。ここ上がってったら地上に出れると。石炭発見。あ、石炭もう拾えない。今いらないもの、レバーいらない。石炭を拾わせてくれ。
よし。一通り見てみたけど、やっぱり次に行くべきはさっきのあの穴かな。こっちも下に続いてる？あ、閉じてるね。あー、なんかやばい穴がある。どのやばい穴から行くかって感じだな。どの穴も全部やばいんよ。お、金発見。でね、金が拾えないっていうね。いらないもの、今いらないもの、作業台。どうだろう、ちょっと帰るにはまだ資材がちょっと少ないかな。そう、ここですよ、ここ。穴なんよな。あ、ここは水ベーターで降りるかな。降りた先がどうなってんのか分かんないのがめちゃくちゃ怖い。スケさんおるやん。うわー、囲まれてる。よし、生き延びた。ちょっと明かりをつけて回ろう。おっと、危ねえ。ちょっと安全の確保を第一に。資材掘るのはそれからゆっくりでもいいから。広いね。だいぶ広い。おすけさん。どっかで水汲みたいな。ダイヤじゃありませんか。雲、邪魔しないでくれ。鉄もあるし、ダイヤもある。いらないもの、泥。この辺もどんどん明かりつけていこう。ちょっとクリーパーとうまいこと距離を取れるようになってきた。スケさんは相変わらず鬱陶しい。まだいんの？よし、明かり置いてくよ。どっかからスケさんに狙われたっぽいけど、どっかわからん。
よし、こう。クリーパー。そんなとこで弾けちゃったんすか。よし。一通り松明置けたっぽいから。この辺とかまだ全然だな。こういう上から降ってくるんよね。おっと、もう時間が来てますね。水だ、水があるぞ。バケツで救えない。バケツで救えないのか。息が。バケツで救えないけど、よいしょ、なんかどっかに出たぞ。源流がこっちにあるんだな。よいしょ、さあ、いい掘り場を探してる間に、おっと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 、時間が来ちゃいましたね。まあでもなんとか良さそうな掘り場を見つけれました。ここでちょっと資材を集めていこうと思います。本日もここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。